にちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日も質問していきます。いいね。はい、じゃあまずはひよこさん、ありがとうございます。はい、豊さんの現役時代の成績を調べたら、はい、打率3割ちょうどのシーズンが3回もありましたと。はいはい、特にシーズン終盤3割切らないように何か工夫していたことがあれば教えてください。これはね、はい、昔さ、もう消化ゲームだったんだよね。うん、で監督コーチが切りそうになったら、今日例えば4打数1安打でもう3割切るからって、うん、だからもういいよって、はい、いう時があったんだよ。あ、出なくていい。だから2打席打って凡打、はい、だったらもう出なくていいよって、3割打ちなよって、はい、そういう時があったんだよ。うん、それは 今ではクライマックスがあるからさ、はい、そういうわけにいかないと思うけど、うん、でも昔はもう消化ゲームだったから、うん、あ、もう休んでいいぞって言うたかって、うん、もう1シーズンよくやったから3割打っとけよって、はい、いうようなことがあったんだよね。あ、そういうこともあったってことですね。そう、うん、だからそういうことがあったんで、まあ切らなくて済んだというか、うん、でも出たらもっと上がってたかもわからないし。そうですよね。そこ、まあ、これは分かんないけどね。やっぱりこの3割切る切らないで、そこでやっぱ査定の部分にも響いてきたりとか。いや、だってお前、サッカーさんがお前2割9分9厘で打席に立ったら、はい、どこ3割打つと打たんのじゃ、当時の金でね、うん、500万違うけーのー言って、言いました。言われるバッターボックスで分かってますよとか言えない。あ、本当ですか。本当。その時達川さん、いや達川さんそうやって言われて、俺がショートの深い位置に打ったんだよ。はい、わざともう全部向こう打って、うん、そしたらショートが先輩の今井さんっていう方だったんだよ。はい、その人取って遅いんだよ、うん、肩強いんだけど、うん、セーフ、うん、悩んだ、うん、で3割にした。うん、でちょっと余裕が出たら次立ったの、うん、よかったの先輩でとか言われてとか言われる、チクチク言われる。達川さん面白い。あ、やっぱそうなんですね。やっぱり3割いくかいかないかで、まあそうで、ね、でもまあシーズンそこまで打ってきてるっていうことが大切なことだよね。まあ、そうですよね。そう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 、頑張って。でもまあ最近でもありましたよね。例えば首位打者取る取らないで休み休まないあるよね。あったし、あとあの坂本選手と長野選手を同時に取らせるっていう、あ、まああるよね。うん、だからまあクライマックスができてからそういうことが少なくなったけど、うん、我々の頃はもうなかったから、うん、で消化ゲームがたくさんあったからね。はい、特に太陽ね、もうね、夏すぎたら消化ゲームかみたいな早くないですか。そんな時代もあったから、はい、それでもよくそこまで持ってきてるということだよね。そうですよね、そうですよね。努力もたくさんあったと思います。続いて、林木原さんです。はい、この林さんもスポーツ指導者なんだそうですが、うん、はい、豊さんの、プロ指導者時代の成功体験、失敗体験を聞きたいです。あのね、成功も失敗もないんだよね、うん、これは、はい、これは自分が感じることでもなくて、うん、相手が感じることなんだよね。はい、指導っていうか教えるっていうかさ、うん、すごくおこがましくて、うん、お互いがやっぱ教えながら俺も成長してるし、はい、相手も成長してくれたらいいなっていう願いがあるし、うん、だから失敗も成功もないよね。ない。ただ行く末この選手がどうなっていくんだっていうのはすごく気になってるよ。うん、だから良くなってんなと思えばすごく嬉しいし、はい、悪くなったなと思えば原因をこう見つけるし、はい、だから成功とか失敗とかそういうことを感じながらやったら結構指導って大変だよ。そうですよね。うん、でどれが成功ってどれが失敗だっていうのも確かに分からないでしょうし、だから失敗も成功もないということだよね。でもヘッドされた、ただね、はい、瞬間的に暗示にかけてやるっていうことは指導者で大切で、はい、まあ、ある選手にこういうこと言ったのね、うん、ちょっと背中が丸まってるからちょっと起こせと、うん、そしたらボールの見え方が変わってきて、お前ホームラン打ってくれよって言ったらホームラン打って帰ってきたんだよ。でもこれは俺が感じた直感で言っただけで、打ったのは彼じゃない。はい、誰ですか。いや、それは梶谷が打ったんだけど。おー、はい。だけどやっぱそうやって暗示にかかるぐらいに信頼してくれてると、やっぱそれは一つのそこでの成功だよね。そうですよね。うん、しかもその選手も豊さんの言葉をやっぱ信じたというか、あ、そうなのかなって、まあまあそうだね、思えたっていう。だからまあそれは成功といえば成功だけど、うん、打ったのは彼だから、うん、俺の成功ではないよね。うんうん、でも監督と選手の距離感よりコーチ、まあ、豊さんヘッド、うん、ヘッドとその選手のコーチの方がやっぱり密接というか距離近いですよね。
ですか、指導者。いや、そうでもないけどね、まあ、それはもちろん担当コーチの方が近いに決まってるんで、うん、またそうならなきゃおかしいし、はい、そういう意味ではその梶谷という選手を、うん、預かった時に、うん、すごく成功体験というか、はい、そういう暗示にかけたというか、うん、そういうシーンはたくさんある。まあ、例えばコーチを辞めて梶谷が調子が上がらないと、で東京ドームで手上げてやってくれよって言うから監督が、うん、あいいですよって言ってバーッと上げて、ちょっと上げ方を変えたのね、ま、真正面から上げてやったの、うん、そしたらもっと早く手を使えるだろうって言ってとか言ってて、沢村が先発で沢村からホームラン打ったとかさ、だからそういうのがあるのやっぱり。あ、だから失敗なんかないよ、愛情かけてら。愛情とか その選手のことを思っていればと、うん、いうことなんですね。続いてジンジンさんです。豊さんが現役時代、前世紀に FA があったとして、権利が取得できたら、できていたら、FA はしていましたか？また、どの球団に行きたかったか、そして条件面なども詳しく教えてください。これ俺ね、うん、どのぐらい古い人間かと思ってるかわかんないけど、はい、俺 FA 取ったから。そうでしたよね、あれなんかありましたよね。取ってクビになったから取った年にクビだって、もう悲惨じゃない。あの俺 FA があったからクビになったんだ。そうなんです、あの大量にの時ですよね。大量介護で駒田さんがやってきた時ですよね。金を作らなきゃいけないからみんな綺麗みたいな。あの時だったんですね。あの時だよ。じゃあもしあの時、まあ、FA 取得してましたけど、いやだから俺 FA 取ってるからちょっと待ってくれと、うん、FA 宣言させてくれよみたいな。ダメって。いやダメっていうよりもそれより先にクビっていうことだ。うわ、つらいな。つらいだろ。つらいですね。でも日本ハムに結局行ったんだけど、はい、その FA の取得をしたその権利は1000万で日本ハムが買ってくれた、はい、んで、ね、うん、でも、まあ、例えばこうまだ若くてさ、うん、動けるとか言ったとしても、はい、うん、我々の時代っていうのはさ、お金に行くっていうのはなんか美しいことではなかったんだよね。なんか、まあ、裏切り者ではないですけど、そうだね、うん、だから、まあ、FA は取ったけど FA 宣言して残るという、はい、まあ、一球団で終わるというのが美徳とされた時代だから、はい、だからまあしてもやらなかったんだろうね、豊さん、うん、じゃああの時クビが先じゃなくて FA が先だとしても、うん、で残ってたと。残ってましたか、巨人から来てたとしたら。巨人ですよ、優勝できるかもしれませんよ。俺はね、うん、ずっとこのチームがなぜ優勝できないかっていうのをずっと考えてきたから、はい、うん、だから俺はこのチームで優勝したいと思ってたからね。あ、で、まあ、愛情があったよね、まあ、横浜に対して、うん、そうなんですね、うん、だから俺はどこにも動かなかったと思う。あ、で当時あのパ・リーグっていうのはそんなに人気がないしさ、うんうん、テレビには全く映らないし、はい、だからそういう意味では、うん、セ・リーグの中で動いたと思うけど、動くとしたらね、はい、でもそう考えてもやっぱこう俺が日本ハムを選んだのは、はい、やっぱ敵として戦いたくなかったという思いがあったから、当時太陽とね、はい、だからパ・リーグに。そうなんですね、そう、だってね、ほら中日の高木守道さんから ね声をかけていただいてたっていう、ありがたいことでね、うん、だけど中日行ったら俺敵になるなと思って、はい、いやちょっとパ・リーグ行こうと思ってパ・リーグ行ったんですね。そうだったんですね、うん、じゃあ特に、じゃあ条件面もいい、かなりいいのね出されても、いや、そりゃさ、3億違ったらちょっと心揺らぐよね。そりゃ人としてさ、そりゃ人として動くでしょ。グラグラするよね。もうグラグラ。グラグラするよね。何がお前味方だ、お前。明日から敵じゃんみたいな。そんななるよね、やっぱ。そうですね。え、2、3億だったらですか、大体。奥行って、奥違ったら。でもその時さ、大体1億ぐらいだったかな。はい。いくらだった？ 2、3億。2億、いや2億で来たら、うん、で横浜が1億2000万とか言って、はい、まあ、ジャイアンツが2億4000万とか言ってたら、いけますよ、ね、そりゃ行くな。いやこれは正直な気持ちさ。やっぱそうか。だって月1000万と月2000万と、うん、違いますよね。違うでしょ、それだけ価値があるということだよ、うん、
価値がありますけど、やっぱ入ってくるお金も違いますしね。いやだからその評価が価値じゃん、うん、そこでいいですか。まあいいなでもそんなね動く、お金が動く時代じゃなかったからさ。あ、今みたいに、今みたいにね。あ、そらお前さ、うん、年間というか何年契約で6億と10億だったらどっち、うん、10億ですよ。そうだろ、はい、地獄の沙汰も、なんで何たかまで金次第って言うじゃない。金次第、いや10億と6億だったらそれ10億いきますもんね。そうですね、はい、はい、続いて、ベイブさんです、はい、軟式野球からプロ野球選手になるのは難しいですか。まあ難しいよね。それは難しいけど慣れないとは言わない、うん、慣れると思うよ、うんうん、だけどやっぱ公式やってる人たちの方がレベルが高いんだよね、うん、で投げてくるボールもレベルが高いだろうし、はい、守備に関しても全然やっぱこう打球の速さだとか、うん、そういうものも違うだろうし、だから環境的に見ると、まあ、個人は別として環境的に見るとやっぱ高級をやってる人の方が、公式をやってる人の方がレベルが高いから、はい、やっぱり人間って環境で育つっていうじゃない、はい、だからその環境に自分がどう対応していくか、うん、軟式から公式に上がった場合に、はい、だから軟式から全然慣れないということは考えないけど、うん、慣れると思うけど素質がね、うん、でもそういう人って大体公式やってんだよね。あ、もう、あ、そういうことなんですね、うん、だから慣れないことはない、慣れないことはないけれども、うん、でも環境がよりレベルの高いところを置くんだったら、うん、公式をやった方がいいということだね。なんですね、はい、でもメジャーリーガーとかって結構なんか小さい時はバスケやってましたとか、あ、いろんなスポーツ、ね、いろんなスポーツ、アメフトでしたとか、いやもうね、体の使い方っていうのが全然違うよ、うん、やっぱりいろんなスポーツやってる人は。あ、そっちの方がいいんですかね、もしかすると。レイノルズって、レイノルズだったかな、うん、昔太陽にいたんだけどさ、はい、その選手がサードランナーで飛び出したんだよ、うん、はい、あ、アウトだと思ったら、うん、反転の仕方が半端なく速いんだよ、はい、バスケットやってたんだよ。すごい動きしますもんね、うん、いやだから全然違った。あ、そういうで、アメリカンフットボールなのかって、はい、こうハドル組んで、うん、パンとボールが来るでしょ、はい、クォーターバックに、うん、ほんでサインで決められたコースを走るじゃない、はい、こう走ってて直角に曲がるっていうからね。いや、そうやって蛇行してたら相手に捕まるから。直角に、だって敵と敵がこう走ってきてこう間を取ってるでしょ、はい、これをこういうふうにいくと捕まるじゃない、すぐ、はい、密着されるじゃない、バ、うん、ーンといくらしいよ。相手だからそういう走り方というかさ、はい、そういうことを教えられるというか、アメリカンフットボールではね。だから、うん、やっぱりいろんなスポーツをやってるっていうのは、うん、損ではない、そこしかないんだよ。そうですね、うんうん、だから日本もそうなっていくとね、いいね、いいですよね、はい。さあ続いて、タカさんありがとうございます、はい、長州力さんのツイートを見ました。山口県つながりで長州さんとも仲がいいんですか。あの長州力さんのツイッターが今ものすごい話題になってるんですよ、はい、ツイッターなのに LINE みたいだと個人に当ててるんですよ、全部ツイートで公式。いいじゃん。そうで、その中で豊さんのことをツイートしてる日があって、はい、高木豊さんのピアノ、ピアですね、ピアノはマジですごいよ、今度いついらっしゃるか山ちゃんに聞いておきますかっていう、ね。まあ、山ちゃんっていうのは飲み屋の店主ね。はい、山ちゃん、うん、そこにあのピアノとかギターとかいろいろ置いてあるんだけどさ、うん、まあ、それでカラオケするとき遊ぶんだよね、はい、ピアノ弾いて、うん、え、そこで長州さんと、うん、いや長州さんがいたんだ。いつですかそれ。いや長州さんに挨拶行ったんだよ。いついたから。何年前。いやいや去年から。お、最近。最近、はい。いや、力さんっていうのは山口県の先輩だっていうのは知ってたんだけど、はい、で、俺挨拶行ったんだ、はい、すみません、高木太郎です、山口県出身になって言ったら、うん、あーって、最初愛想なかったんだよ、はい、なんか愛想めっちゃな、悪いなとか思って、はい、で、俺は席ついて飲んでたら、うんうん、だから慌てて来たんだよ、はい、シャンパン持って、はい、高木太郎なんだよね、とか言ってもうその時俺が挨拶行ったって全く何にもそう分かってなくて、はい、誰かから聞いたんですかね。そうそう、で確認したんだって、あれ本当に高木豊かって言っていや、それで、いや、それで挨拶来てくれて、はい、まあ、そこから仲良くなって、はい、いや、それで俺インスタにも上げてんだけどさ、はい、あの写真とかね、はい、でピアノを弾きながら俺歌った時あるの、はい、まあ、そのことを多分言ってるんだと思う。あ、
なんです、ピアノ弾けるんですね。カラオケかけて、はい、感想の時だけもうジャン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 やってんだよ、めちゃめちゃな、めちゃめちゃな、うん、だそれが大爆笑なんだよ、みんなが。でリキさんもそれを見て、うん、大爆笑してたんだけど、はい、たまに会う時あるんだよ偶然にも偶然にもね、うん、はいはいはい、だそれがまた面白い。ああ、そうなんですね。そうそうそう、そういうことをして遊んでるわけ。じゃあ長州力さんにこの番組、ね、YouTube 来てほしいね。来ていただけないですか。いや、力さんも YouTube 始めたんじゃない。え、そうなんですか、うん、え、多分。じゃあちょっと湯高さん、ぜひ呼んでくださいよ、長州さんなあ、はい、いや、いつでもって言ってたよ。さらに、あ、本当ですか。いや、言ってた。あ、じゃあちょっとね、うん、近々来てほしいなっていうのと、あとは湯高さんのピアノをセカンドチャンネルでね、ちょっと披露近々できたらいいなっていうの。なんですか。いや歌厳しいからね。歌厳しい。いやいや、YouTube が。あ、そっか。自体が。あ、そっか。じゃあもう即興でね、いいですよ。そうだね。即興でそこで作っていただいてということ。俺小さい頃ピアノやってたんだよね。今年の正月にさ、はい、お袋に聞いたの、はい。なんで俺にピアノだったんだって言ったら、うん、まあ、当時流行ってんだよね。トラさんでもあるのよ、はい。やっぱピアノを置けるような家に住みたいとか、うん、ね、はい。ピアノが一つのステータスな時代があったわけ。ね、その時代真っ盛りだよ、うん、その中でピアノを教えるっていうのが一つの家庭のステータスだったわけね。だから教えたんだと思うんだけど、はい、なんでだよって、うん、俺逃げ回ってたからね練習の日、練習の日いなくなって、お袋がずっと探しに来てたから、そんな嫌だったんですか、とか言って、うん、はい、ピアノの時間とか言って、ピアノだよ、いや俺だよ、いや、まあ、あったけど、あったけど、あれふさふさでしたけど、ピアノってなあ、どうよみたいな、そんな感じだった、イメージ的に。あ、そうだったんですね。じゃあね、ぜひあのセカンドチャンネルで披露して ね、まあ、ね、はい、もらえたらと、機会があればね、はい、はい、思います。